こんにちは、豊根川淳です。今回は捨てると生きやすい価値観というテーマでお話していきたいと思います。今はですね、価値観ってかなり多様だとは思うんですけれども、とはいえやっぱりまだまだ多様性に欠けるなと思っていてですね、例えば自分と全く違う価値観の人を見ると、否定したりとか、もしくは自分が否定されたように感じる人とかっていうのが、いたりすると思うんですね。ただですね、価値観なんていうのは違うのが当たり前なんですよ。なので、そもそも自分の中での普通っていうのは、もう偏見の塊だと思った方がいいんじゃないかなと思っています。それと僕は古い価値観だから悪いとか、新しい価値観だからいいとかっていう風には、思わなくてですね、あくまでも自分に合わない価値観なら、捨てればいいっていうことですね。というか、世の中で普通とされてるような価値観って、結構ハードルが高いと思うし、それを全部クリアできる人の方が、少数だと思うんですね。なのでその少数に入れる人っていうのは、そういった価値観でもいいと思うんですけど、そうじゃない人っていうのは、もうそういう価値観は、どんどん捨てていけばいいと思ってます。そうじゃないと、自分の首を絞めてですね、本当に生きにくくなるだけなんですよ。なので今回は、こういった価値観に苦しむ人が多いだろうなっていう価値観について、お話していきたいと思います。というわけで、本題の方に入っていこうと思うんですけども、捨てると生きやすくなる価値観ですね。まず一つ目が、石の上にも3年で、二つ目が結婚しないといけないで、三つ目がやりたいことがないといけない。で、四つ目が昔の友人と仲良くした方がいい。で、五つ目が、年相応のものを身につけないといけないですね。こういう感じになってます。これを順番に喋っていこうと思います。一つ目が、石の上にも3年ですね。これはよくある、とりあえず3年は続けろってやつですね。社会人になると、よく聞く言葉で、僕も社会人の頃は、辛くても、とりあえず3年は続けるぞって、自分に言い聞かせてました。で、この価値観って、多分古い価値観かなって思うんですけど、この価値観で、生きにくい思いをしてるのであれば、もう速攻で捨てた方がいいと思います。そもそも、とりあえず3年って、何の3年って感じじゃないですか。で、おそらくこのとりあえず3年っていうのは、会社側に都合がいい言葉かなと思っていて、これどういうことかっていうと、一つは、3年で洗脳完了っていうことと、で、もう一つは3年は続けてもらわないと、コストが回収できないっていうことですね。で、この二つについて喋ろうと思うんですけど、まずは3年で洗脳完了ですね。で、これは、3年同じことをし続けたら、結構仕事も慣れてで、できるようになってくるし、あとはね、人って変化を嫌がったりしますよね。で、そうすると、せっかく3年も働いたしな、みたいな感じで、そんな簡単には、やめようとは思わないと思うんですね。で、なんでかっていうと、また仕事を探して、で、また仕事を一から覚えないといけないっていうのも、かなり労力が必要なわけなんで、じゃあもう今のままでいいや、みたいな、もう現状維持になるっていうことですね。あともう一つの、3年は続けてもらわないと、コストを回収できないってやつですね。これは、3年はないと、新入社員を雇ったお金が、無駄狩りになってしまうっていうことですね。というのも、新入社員って、最初は全然仕事もできひんし、ぶっちゃけ採用コストとか、人件費を回収するには、3年ぐらいは、続けてもらう必要があるっていうことですね。僕は最初に就職した会社を、10ヶ月で辞めてるんですけど、これはですね、部長にはっきりと言われました。僕が会社を辞めるって言った時なんですけど、その時ね、部長に何て言われたかっていうと、お前の採用とかでどれだけお金がかかってると思ってんねんみたいな感じで、めっちゃ怒られたんですよね。で、そんなことは僕ももちろん分かってたんですけど、だからといって、それが僕が辞めない理由にはならないし、僕が辞めることは決めてたんで、そんなん知るかよっていう感じですよね。ただもちろんですね、スキルが身につく仕事とかだったら、とりあえず3年とかでもいいと思いますよ。例えば、英語のスキルが身についたとか、技術系の仕事をしていて、転職にも役立つスキルが身につくとかですね。そういうのだったらいいと思うんですけど、僕が働いてたところって、別にそういうのがなかったんですよね。というのも、会社の業務でやるのは、その会社の社内システムを使ってやったりしてたんで、それってもうその会社じゃないと、全然役に立たないじゃないですか。あとは、3年以内に辞めたら、転職が不利になるんじゃないかっていうのもあると思うんですけど、確かに1年以内で辞めてると、こいつはすぐに辞めるんじゃないかっていうふうに、思われる可能性が高いんで、入り口は、確かに狭くはなると思います。狭くなるとは思うんですけど、とはいえ、それより重要なのって、期間が長いかよりも、内容じゃないですか。例えば、営業成績が、このくらいでしたみたいな感じで、具体的な数字を出
したとかですね、まあそういうのがなかったとしたら、まあとりあえず3年続けても、まあ喋れることって、まあとりあえず3年続けましたっていう、まあことだけですよね。何よりまあ20代の貴重な3年をまあとりあえずで過ごすよりは、まあこれがいいっていう選択をする方がいいんじゃないって、まあ僕はね、あの20代前半の自分に言いたいです。というわけで、まあただ辛いだけなのであれば、無駄に3年も耐える必要はないと思うし、もう潔く捨てるのがいいと思います。続いて結婚しないといけないですね。まあこれはまあ何歳までに結婚しないといけないみたいな、まあそういう価値観もですね。で、まあこの価値観に苦しんでる人ってまあめっちゃいるなと思っていて、まあそもそも結婚しないといけないみたいな価値観になる理由って、あの周りにそういう価値観の人がまあ多いからだと思うんですよね。まあというか、まあこれ以外の価値観でもそうなんですけど、周りがそうだからもうそれが普通みたいにまあ思い込んでるだけなんですよ。というのも、僕はもともと結婚したいと思ったことがなくて、まあというか、あの、僕は生まれてから一度も結婚したいと思ったことがないんですね。まあこんなこと言うと、まあそれは嘘やろって思われるかもしれないんですけど、あの、マジで思ったことがないんですよ。で、これなんでかっていうと、あの、多分僕の親がまあ離婚してるからなんですよね。まあ僕の親は、僕が小学校1年生の時に、あの、まあ離婚してるんですけど、あの、まあそれをよく覚えてるから、まあ多分結婚したいと思ったことがないんですよね。なんでそう思うかっていうと、あの、僕、妹と弟がいるんですけど、あの弟はもう結婚していて、で妹も多分すると思うんですね。で、まあ、ただこの2人はですね、まあ、親が離婚してるのがまあ記憶にないんですよ、うん、小学生未満の時なんで、そこがまあ僕との違いで、まあ、僕はねもう良くない部分をあの見てしまってるから、多分あの結婚観に関しては全く違うのかなって思うんですね。そういう感じで、まあ僕みたいなやつもいるわけなんで、まあだから僕はですね、まあ結婚しないといけないっていう価値観を、まあ普通の価値観とはまあ思ったことがないんですね。むしろ僕自身は、まあ結婚しないっていう価値観だったりするんで、まあこういうことを言うと、まあ今まで結構いろいろ言われてきたりしたんですよ。もう例えばもうストレートに、あのもう意味がわからんみたいな、まあこういうことをね、まあ言われてきたりしたんですよ。うん、ただまあ価値観っていうのは多様やと思うし、あのこういう人もおるっていうのを、まあ分かってもらえたらいいかなと思ってます。なので、まあ本当に価値観とかに、あの流されるんじゃなくて、あの自分がしたいと思うのであればしたらいいと思うし、あの別にそこまで結婚したいとは思ってないけど、あの周りの評価を気にしたりとか、もう周りがみんなしてるから自分もしないといけないみたいなのであれば、もうそれってしんどいだけだと思うんですよ。だってそれで結婚できなかったとしたら、あの結婚してる人とまあ自分をまあ比較してしまうわけじゃないですか。あのそれってまあ劣等感を感じるわけですよ。で逆に周りに取り残されないためっていう理由で、あの結婚できたとしても、それってね、あのまあ結婚してない人とまあ比較して、まあ優越感を感じるっていうことじゃないですか。あの劣等感ってまあ他人と比較してまあ感じるものだと思うんですけど、あの優越感っていうのも結局はまあ他人と比較してまあ感じてるだけだと思うんですね。そういう他人と比較してでしか、まあ幸せを感じられないよりは、まあ自分なりのそのまあ幸せの定義っていうのを決めて、まあそれを満たしていく方がいいんじゃないかなと思います。まあそうじゃないと一生他人の目を気にしないといけないし、他人基準でまあ生きるっていうことなんで、あの僕はまあ自分基準でまあ生きるようにしてるっていう感じです。続いてやりたいことがないといけないですね。で、このやりたいことっていうのは、まあ、あの仕事とか肩書きとか、まあそういうのですね。まあそういうのは、まあ別になくていいと思います。で、なんでかっていうと、もうこれってあの時代の問題だと思うんですよね。まあ今って令和じゃないですか。で、まあ僕はね、あの平成3年生まれなんですけど、あの僕とまあ同世代とか、まあ僕より年下の世代っていうのは、まあそもそもやりたいことがあったとしても、あのその仕事が残り続けるかどうかなんて、まあわからないわけですよね。まあよくある話で、あの世の中のほとんどの仕事が、まあ、AI に代替されていくみたいに言われてるじゃないですか。まあ、例えば2030年代には、車の自動運転がまあ当たり前になるってまあ言われたりしてるんですけども、まあ、そういうのを聞くとですね、まあ、当然なんですけど、これから車屋をやろうとは思わないし、あの運転手になりたいとか、まあ、そういう考えにはならないですよね。まあ、だってなくなる可能性があるわけなんで。じゃあ一方で、まあ、僕らより上の世代、まあ、50代とか、まあ、60代の人とかの時代っていうのは、まあ、仕事がなくなる可能性があるなんて、まあ、考えないわけですよね。うん、だから一個の仕事をやり続けるっていう価値観が、まあ、当たり前だったと思うんですけど、まあ、今って全然時代が違いますよね。
なので別に絶対的にこれがやりたいみたいな感じで、まあ一つのことに絞る必要なんてまあないと思うし、まあちょっとでもやりたいことがあるのであれば、いろいろやってみるのがいいと思います。僕もまあ今 YouTube やったりしてるんですけども、YouTube の時代が終わりそうだなって思ったら、もう YouTube は潔く捨てると思うし、最近だとまあサムネ職人にもまあなろうと思ったりしてるんですね。まあサムネ職人っていうのは、YouTube のサムネイルあるじゃないですか。まあそれを作る人なんですけど、まあ僕はサムネイル職人になるために、フォトショップにも、課金しようかなと思ったりしてます。まあそれもですね、まあ何年か経ったら多分なくなるだろうし、まあだから職業の肩書きにこだわらずに、まあどんどん変化していくぐらいで、まあいいんじゃないかなと思います。有名なダーウィンの進化論ってあるじゃないですか。まあダーウィンの進化論っていうのは何かっていうと、生き残る種は最も強いものではない、最も知的なものでもない、最も変化に適応したものだっていう、まあそういうやつですね。まあこんな感じで、一つのことを決めて、やり続けないとみたいに、まあ思う必要はないし、その時代に合わせて、まあやることを、まあ選んでいく方がいいんじゃないかなと思います。ただそうは言っても、本当に全くやりたいことがないんですみたいな人っていうのも、まあ中にはいると思うんですね。まあそうであれば、どういうライフスタイルを、まあ送りたいのかっていうのを、まあ考えたらいいんじゃないかと思います。例えば僕で言うと、まあ夏は日本で過ごして、冬はもう南国に行って、まあ冬から逃げて、まあ生きていくみたいな、まあそういうのですね。まあ次の冬からは、まあ僕はほぼ日本にいない予定なんですけど、まあただちょっと今の世界の状況を見ると、年内に海外行けるのかなっていう、まあ感じなんですけど、まあそれは置いといて、まあ自分が送りたいライフスタイルっていうのを、まあ先に考えて、まあそっから逆算して、まあ仕事を選ぶっていうのも、まあいいんじゃないかなと思います。僕はまあ自分が送りたいライフスタイルっていうのを考えた時に、まあそれを実現するためにはもうシンプルにこれバイトじゃ無理やなって思ったんですよね。まあよくですね、まあ目的と手段は違うみたいな、まあ言われたりするじゃないですか。まあ例えばミニマリストは、まあ生活をより良くするための手段ですみたいな、まあそれと同じで僕的に仕事っていうのはまあ理想のライフスタイルに近づけるためのまあ手段でしかないんですよね。でここまで聞いてですね、まあそれでも、そもそも送りたいライフスタイルがないですみたいな人も、まあ、中にはいると思うんですね。で、まあ、そういう人はですね、まあ、とにかく嫌なことを、まあ、やめていくのがいいんじゃないかなと思います。なんでかっていうと、嫌なことをやめるのが、まあ、実はやりたいことだったりするんですよね。まあ、どういうことかっていうと、僕がさっき言った、冬をやめるっていうのも、これって、まあ、嫌なことを、まあ、やめたいだけなんですよね。まあ、つまり、こういう生き方がしたいみたいなのがあるっていうことは、それって言い換えると、まあ、嫌なことをやめていくことだったりするんですよね。なのでまずはとにかく嫌なことっていうのを、まあ、やめていくのがいいんじゃないかなと思います。まあこれに関してはですね、まあ、別の動画でも喋ってるので、まあ、概要欄の方から、まあ、チェックしてみてください。続いて、まあ、昔の友人と仲良くした方がいいですね。まあこれはですね、まあ、僕も思ってたことがあったんですよね。まあとはいえ実際に仲良くしたかっていうと、まあ、しなかったっていうのが結論ですね。でなんでかっていうと、まあ、大学卒業してから、中学の時に、まあ、めっちゃ仲良かった友達に会ったんですけど、ぶっちゃけ本当に話が合わないというか、もう価値観が違いすぎたんですよね。もうだから全然楽しくないみたいな。まあ当然ですけど、まあ中学校は一緒でも、高校大学で関わってる人っていうのは、まあ、全く違うわけなんで、価値観もそれは変わっていきますよねっていう。だからまあ遊ばないんですよね。まあそれはそれで全然いいと思っていて、まあなんでかっていうと、話が合わなかったりとかするっていうことは、お互いに、まあ価値観がアップデートされていってるっていうことじゃないですか。もしくは、まあどっちかが、まあアップデートされていないかっていうことだと思うんですね。なので、別に昔仲良かったから、今も仲良くしないといけないなんて、まあ思う必要がないし、まあ今自分と会う人と、まあ会えばいいんじゃないかなと思います。というか、まあ昔の友達と遊んでも、基本的に昔話とか、あいつはなんか今どうなってんのみたいな、まあそういう話ばっかりなわけじゃないですか。まあでもそんな話って本当に何年かに一回でいいと思うし、会いたくないのであればもう全然会わなくていいと思います。続いて、年相応のものを身につけないといけないですね。で、まあ、年相応のものっていうのが、まあ、そもそもどれを選んだら年相応のものなんていう感じなんですけど、まあ、この価値観はですね、まあ、僕も二十歳ぐらいの時からあったんですけど、ミニマリストっていう生き方を知ってからは、まあ、捨てたんですよね。で、まあ、なんでかっていうと、まあ、年相応のものを身につけないといけないっていうのは、もう大半の人がもう自分の首を絞めるだけじゃないですか。例えば僕もですね、まあ、社会人になってすぐに、まあ、ちょっといい財布を、まあ、
持つべきかなと思って、ホワイトハウスコックスっていうブランドの、長財布を買ったんですね。確か、心斎橋の大丸の中にある、ユナイテッドアローズで買ったと思うんですけど、確か3万7000円ぐらいだったと思うんですね。で、これ財布単体で見ると、そんなに高くはないんですけど、財布以外でもですね、社会人だから、こうしないといけないみたいなことをやってると、マジでお金残らないんですよね。社会人だから、ある程度いい家に住まないといけないとか、ある程度いい靴を履かないといけないとか、あらゆることをそういう基準にしていくと、生活費だけで、お金飛んでいくわけじゃないですか。そういう自分基準ではなくて、誰かが作った謎の基準で生きるのって、人生ハードになるだけだと思うんですよね。しかもですね、平均年収って、430万円って言われたりしますけど、中央値で見ると、350万円とかなわけじゃないですか。で、これって、年収高い人が、平均値を上げてるっていう、ことなんですけど、20代だけの平均年収で見ると、350万円以下なわけなんで、平均年収よりも、だいぶ下の人の方が、多いと思うんですね。で、それを考えると、社会人だからといって、平均年収レベル、つまり、430万円ぐらいの、生活水準にしようと思ったら、それはね、しんどいだけだと思います。もちろん、一部の20代は、収入が高くて、平均年収レベルの生活っていうのを、できるかもしれないんですけど、そうじゃない人は、もう、年相応のものを身につけないといけないみたいな価値観は捨てて、自分の年収から考えて、生活レベルを決めた方がいいと思います。というわけで、以上が捨てると生きやすくなる価値観なんですけど、再度まとめると、石の上にも3年、結婚しないといけない、やりたいことがないといけない、昔の友人と仲良くした方がいい、年相応のものを身につけないといけない、こういう感じになってます。で、あと最後にですね、価値観が違う人と、分かり合う必要はないっていうことを、話して終わろうかなと思います。冒頭でも言ったんですけど、自分と全く違う価値観を持ってる人を見たときに、否定したりとかする人がいたりすると思うんですけど、僕は否定しないんですね。で、なんでかっていうと、価値観は多様だし、価値観が違うのは当たり前だと思ってるからなんですけど、とはいえ僕は自分と違う価値観を分かろうとはしないんですね。これどういうことかっていうと、僕は全く違う価値観の人を見た時に、僕はその価値観自体は理解できないんですけど、あなたがその価値観で生きてるっていうことは理解できるっていうことですね。ちょっと分かりにくいと思うんで、具体例を話しますね。例えば、僕はですね、結婚せえへんのみたいなことを、今までよく聞かれたりしてたんですけど、これからも聞かれると思うんですね。で、聞いてくる人っていうのは、基本的に結婚したいと思ってる人とか、すでに結婚してる人だったりするんですね。つまり、その人の価値観っていうのは、結婚はするものとか、結婚した方がいいっていう、価値観なわけじゃないですか。ただ僕はさっき言った通りなんですけど、結婚したいと思ったことがないんですね。だから結婚した方がいいっていう価値観自体は、僕にはわからないんですよ。だって価値観って違うのが当たり前なんで、わからないものはもうわからないわけですよ。でもですね、その人が、結婚した方がいいとか、結婚したいと思ってるっていう価値観で生きてるっていうことは、理解できるし、その人がそれを大切にしているっていうのは、わかるんですね。つまり、価値観そのものと、その価値観を持ってる人、これはもう全く別で考えてるっていうことです。なので、自分と全く違う価値観の人を見た時に、その人を否定するんじゃなくて、価値観自体はもう全然理解できひんけど、この人はこういう価値観を大切にしてるんだなっていうことさえ分かれば、それでいいんじゃないかなと思います。これが多様性っていうやつじゃないですかね。というわけで、今回は捨てると生きやすくなる価値観というテーマでお送りしました。動画の方は以上になるんですけども、僕は普段 Twitter と YouTube で、自分のライフスタイルとか考え方とかについて発信してるんで、ぜひチェックしてみてください。この動画がちょっとでも参考になったなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、あと Twitter のフォローまでしてもらえたら嬉しいです。そんな感じで終わりにしておきます。ありがとうございます。